と、こんにちは。 I love you too ですよ。何が？I love you too といえばノイジー選手のお立ち台、あの才木投手との I love you I love you too もお会いしましたけれども、阪神の外国人選手が、はい、豊さんいいですね。また阪神ですか？また阪神かと言われるけど、やっぱそれだけ話題も提供してくれるよね、はい、そうなんですよ。やっぱノイジーはね、渋い渋いなんかね、羊をかぶった狼みたいな感じだな。羊をかぶっ、の面かぶった狼、うん、やっぱね、守備が下手そうでうまいんだよ。うまい。で、肩が弱そうで強いんだよで、打たなさそうで打つんだよそうなんですよね。いや、だからもう羊ちゃんって呼んじゃおうかなと。ね、いやいや本当に、いや、それでね、はい、相手の指揮官が迷うのは、この前もあったんだけど、神宮でね、はい、中野を申告敬遠したんだよ、はい、いや中野と勝負行った方がいいのにあって。でもノイジーがその日ノーヒットなんだよね。でも勝負どころでは仕事してくれるんだよ。でこの前もそうなんだ、ノーヒットで来てて、ノイジーが打ったっていうね、はい、まあ、センター前か、タイム、あれがタイムリーになりましたね。だからやっぱりね、しぶとい、あの今現在は、まあ、打率が2割6分6厘でホームラン4本、打点21なんですけど、いわゆるそのホームランバッターというより、その広角に、広角だ。だから岡田さんはそれを望んでたから、うーん、まあ甲子園でホームランっていうのは、はい、まあ20本から30本打ってくれたら御の字やと、うん、ね、それよりもやっぱり率を残してくれた方がいい、ね、ノイジーはもうビシッとはまるもんね。はまりますね。右方向に打つときは打つしね、ホームランというよりもやっぱ打点、はい、打点は割と多いと思う。多いですね、うん、で春先なかなか点が取れなくてどうのこうのってしたときに、やっぱノイジーがなかなか慣れてなかったんだよね、日本の野球にね、うん、で 1,2 番近本と中野があれだけの出塁率を誇り、あれだけの調子の良さを誇ってて、なかなか点にならなかったんだよ。もちろんそのサトテルも 悪かったんだけど、でノイジーが打ち出すとやっぱ打線がつながるな。そうですね、厄介やないや3番にいるっていうだけで、あ、そうですよね、つながってきますもんね。いや、つながってくるし、サツデルもいいしね、はい、だから大山下げたらサツデルに行かれるとかさ。そうなんですよ、だから本当笑いが止まらないぐらいいいよね。木浪もいいしな、上位につないでくるし。そうなんですよ、木浪選手が出塁すると、うん、それが結局ホームに戻ってきてくれるっていう形。そう だ、ね、ただその循環を作ってるのが俺はノイジーだと思うんだよ。だからノイジーがこれからもポイント握ると思うよ。じゃあノイジーがストップとかしてしまうと、ブレーキになってしまうと、打線がちょっと、うん、まあ、ちょっとブレーキかかってしまうっていう可能性はあるね、うん、ただその代わりにミエセスが6番でいい仕事してるんだよ、はい、まあ率は低いけど効果的なホームランを打つな、この大阪のおばちゃん。お父さん、ユタさんに言われてから大阪のおばちゃんにしか見えなくなっちゃって、もうキャラ立ってるからこんな感じですよね。もう素晴らしく、ね、もう買い物カゴなんか下げられたらもう最高に似合う。ホームラン打ったら買い物カゴ渡せっつうの。あの兜じゃなくて、エンゼルスの買い物カゴでいいよ、こうやって。いや、いいですよね、まあ、現在、ね、まあ、5月30日時点ですけれども、ホームラン3本、まあ、打率は2割1分1厘と低いんですけれども、うん、でもね、うん、効果的な一発、3発だよ、はい、で接戦の時、膠着状態の時、バーン打ってくれるんだよ、うん、これ、慣れたらもっと打ち出すから、あ、もっと打ち出しますか、もっと打ち出す、うん、大丈夫、これ、打つ、打つ。え、今、どちらかというと、ずっとスタメンを張ってるわけではないじゃないですか。まあ、そうだね、はい、これってどうなんですか、そういう使い方なのか。本来岡田監督はもうずっとスタメンで例えば6番とかで使いたいとか。ただミエセスは岡田監督の中で、はい、このピッチャー合うけどこのピッチャー合わないなっていうのをちゃんとより分けてんだ、より分けてちゃんと使ってると思う、うん、だからその使い方も俺はありだと思うし、はい、うまいなと思う。すごいですね、そこまで、まあ、例えばその交流戦で与座の時に外したりだとか、はい、あんなアンダースローマンがミエセス打てんやろって、うんうん、初めて当たるのにって、うん、でもそれは選手をこうかばってるというか、あの扱い方としてね、守ってるという。だからこのピッチャーは合うなと思ったら使うしね、うんうん、だからまあそこら辺の使い方っていうのはいいと思うけど、
やっぱこうヤクルト2年連続優勝を導いたね、はい、まあ、オスナとサンタナ、まあ、そういう外国人になっていくと思うよ。あのいいコンビというか、はいはい、お互いにこの相乗効果で上がっていくっていう感じになるんですか。まああるだろうね。そのライバル視はしてないと思うんだけど、うん、でもお互いに頑張ろうぜみたいな、うん、まあそんな感じではいると思う。どちらかというとオスナ選手がミエセス選手的な感じですか。まあそれは あんまり決めなくてもう無理やりはめていくのなんかそういうホームランタイプとか、まあ、ヒット打てるタイプでこう、まあ、ミエセス選手もノイジー選手も全く違うタイプの選手なので、うん、まあ、タイプ的にはね、うん、やっぱちょっとは違うね、うん、ノイジーの方が柔軟だよ。あ、そうですよね、うん、ただどちらかというとミエセスの方が勝負強いかもわからない。へー、うん、だから本当にミエセスっていうのは返す、はい、ノイジーっていうのはオールマイティみたいな、だから部分部分は強さはあるけどもそんなに大きくはない、はい、でもミエセスっていうのはあのアベレージは悪いけど勝負どころっていうのはバカでかい運を持ってる可能性もある。おー、だから非常にお互い違った魅力を持ってる外国人が揃ったなっていうね。そうですよね、うん、阪神でね、なかなかこう外国人選手が当たらないっていう年がずっと続いてきたってありもしたので、まあでもね、あのマルテとか、まあ、そういう外国人って当たった方だよね。当たった、うん、あのなんていうの、もう一人5番打ってたサンズ、はい、当たった方だと思うよ、うん、ただやっぱ故障があったりだとか、まあ、そういうことで、まあ、戦列は離れたから、はい、まあ、最後ねちょっとしぼんだから失敗したっていうふうに思うかもわかんないけど、でもよくやった方だと思うよ。あ、そうなんですね、うん、だから当たってないことはない、うんうん、だからミエセさんが大阪のおばちゃんと言われてさ、あんなもういじられキャラになっちゃってかわいい、 いや、まあ、そしたらなんかすごくそれを嫌がってる風もないし、うん、だからいいと思うしね。なんかあの溶け込んできてるっていう感じがしますよね、うん、ユニフォームも一番合うかもしれないですね、タイガースのユニフォームが、うん、まあ、もうホームランの時は前掛けしてカモンカモンチャリでもう絶対ファンカンとかやると絶対やらされる大阪のおばちゃん言わんね、そうですよね、大阪のおばちゃんのイメージってどういうイメージやねん怒られるぞお前大阪のおばちゃんにおばちゃんに本当あんなじゃないわよみたいな、まあ、でも愛されキャラっていうことなんですもんね、つまりは。まあそうよ、うん、ね、親しみやすいというかさ、そうですよね、あのそういうことがあるしね、はい、そう、まあ、この2人の外国人っていうのはすごく、うん、あの阪神の躍進に、うん、まあ、必要不可欠というか、はい、まあ、いい素材になってるよね。そうですね、やっぱりここまであの阪神が今調子がいい一つ要因の一つにこの2人の外国人選手っていうのは十分に入ってきてますよね。だからノイジーが打ち出して打線がつながり、もう本当に大量点というか5点以上取れるような打線になってきたしね、うん、で膠着状態の時にミエセスがパカーンと打ってくれて着火剤みたいになって、だからすごくいい、いいよね。ノイジーなんか真面目だもん、うん、真面目そうですね、あの真面目で守備を一生懸命やってくれるよ、うんうん、だからもう本当に好感持てるね2人とも。そうですよね、うん、ただ全部の外国人選手が活躍しているわけではない。いや、そりゃそうだよな、はい、B キラー覚えてますか。 B キラー、はい、ま、前からいた人 K キラー、あれは K キラーか B キラーです。 B キラーな、 B キラー、はい、あのキャンプの時にあれまたブルペン入んないやみたいな、どこ行っちゃった説が出た、そうそうそう、あの B キラー、またちょっと岡田監督がちょっとゴリップでなんか痛いって言ってるよみたいな、はい、まただよ、あのファームで現在2勝1敗防御率 3.45 なんですけども、はい、どうやら何かが痛いらしい。なんか、まあ、いらないんじゃない痛い、いやもうね、阪神で痛いやかゆいや言ってるやつはどんどん弾かれるから、いますよ、ね、選手いるから。そうですよ、野手だって若手の有望株なんかいくらでもさ、動画でもこう話をしたけど、うん、いるから、うん、そんなんもうすぐ弾かれる、痛いやかゆいなんか言えないよ、うん、一応先発要員では取ったんですよね。あ、知ってる、知ってる、はい、ただどうなんでしょう、今現在そのもう先発が揃っちゃって、岡田監督が怒るのは、はい、やっぱり痛いやかゆいや言い出したら、一人が言い出したら二人目三人目って、ね、一人を許しちゃうと、あのそういう緊張感というのがなくなっていく可能性があるんだよね、はい、で俺もここが痛いと思う、
連鎖していっちゃう連鎖ですか。いや我慢して直そうっていう気持ちよりも、うん、あいつが言っちゃったんだったら、うん、あ俺も言おうみたいな、はい、そういう連鎖が怖いんだと思う指揮官として。そのためにも一言何かね釘打っとかなきゃっていうのもあるんですよね。そう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 、だから不快、うん、いやもうそんな痛いやかゆいや言うやつは不快だみたいな、うん、そのぐらいの感じだよね、うん、やっぱね、はい、マイナス要素になってくるから、うん、怪我とかチームの、はい、それをこう言ってしまうとか蔓延させるとやっぱりチームとしての緊張感を失うし、はい、だから弱いチームほど怪我人が出る。うん、強いチームは絶対出さないよ。そうです、ね、出しても少数で止まる、うん、なぜかというとその緊張感だやっぱ、はい、だ金本が入った時に痛いやかゆいや言わんからみんな言えなくてみんな出てたもうね痛いやかゆいやなんか金本さん骨折して出てんのにお痛いなんか言えないよみたいなそんな雰囲気を作り出してるんだよ、はい、だから今はやっぱそういう雰囲気を作り出してるよね。あそういうことなんですね。そうそうそう、だから、まあ、そういう意味ではあの岡田監督はそこに釘を刺しとくっていうのは大切なことだと思う、うん、そうですよね、うん、仮にビーケラー投手が一軍に上がってきたとしていらないよいいピッチングそれはよっぽど良ければさ、うん、でももう誰か下げるって言ってもいないですもんね今みんないし。まあだから登板して下げて D を上げてみたいな枚数いっぱいいますもんね。 K を上げてみたいな BK まあそういうやり方もあるしね、うん、あともし万が一例えば今いる先発の中でちょっと調子が落ちてきたりとかちょっと例えば張りとか出てきた時にやっぱね監督が心配してるのは、うん春先は別にいいって言ってたんだよ、はい、だから岡田監督がその前半終わった時に前半というか交流戦前終わった時いや貯金こんなにいらないよってそんな計算外だよって、はい、まあ言えば3つかそんなもんあれば十分だと思ってたのよできすぎよ言うて、はい、言ってたでしょ。で別に俺は何もしてないのに勝手に貯金が増えたぜみたいなそんな感じだったわけ、はい、で心配なのはやっぱあんまり飛ばすな、まあ、ゆっくりでいいから行こう言ってるのはやっぱ夏場なんだ勝負事。やっぱそれを監督もよく知ってんだよ。その時に疲労感が出た時に、ね、故障されたら困るし、はい、人材が減ってると困るから、うん、そこまでなんとかなんとかこう抑えながらっていうそれを目論んでんだよ、ね、今怪我したみたいな、うん、こんなゆっくりしてんのにみたいなそうですねそうそうそううん、だから、まあ、勝つっていうのはやっぱ疲れるしな。そうです、ね、日も張ってるからでもこの疲れがやっぱ夏場に出ないようにっていうのは指揮官を考えてると思う。そうですよね、うん、そのためにはやっぱもう怪我人とかそういうマイナス要素はね、うん、弾いとかないと夏にいざこっから勝負って言った時に揃わないっていうのは怖いからね。そうですよね、うん、だからピッチャーにしても野手にしてもそうこう使い方というかなんか岡田監督ってすごいなと思いました。あの岩崎投手をあの巨人戦の2戦目かなんかに絶対あのセーブできる段階で出さずにあれはあの梶谷投手だったりとか持っていってっていうのも何かこう疲労とかを試させないとか、まあ、それもあるよね、うん、やっぱ精神的にやっぱ疲れてくるから、はあ、今日はいいからって休んどけみたいな。でも他にいるんですもんね。いるんだよ。いるからできるんだよ。すごいそれはね他の監督からしたら、うん、あの投手陣羨ましいなと思うよ。みんな思ってますよ、ね、でもそれは使い方だからな、うんうん、それによってどうでも転ぶから、うん、でもうまいよね、うん、面白いです。あと野球を見て引っ張ったりな。そうなんですよ。引っ張ったと思ったらスパッと変えたりとかなあ。すごいです、ね、いやもう相手のねまあこれはいいかこれはね、後の話です。後の話分かりました、はい、まあでもね阪神あの今年本当にノイジー選手とかミエセス選手がいい調子でこう来てるので、はい、あれにね貢献できるようにだもうチームに溶け込んでるっていうのがいいな、うん、一番いいですね。はい